まあ、それにしてもね、まあ、もう先々週ぐらいからになるんですかね、まあ、高市早苗。 経済安保大臣がね、元総務大臣の時に、この政治的公平性をめぐる放送法の問題についてのね、まあ、総務省の内部文書っていうのをですね、立憲民主党の小西博之さんがま出してきてですね、まあ、これはどうなんだというふうにね、まあ、高市さんにもあの質問、えー、したんですよね。まあ、それは政治的公平性が歪められたという、えーまあ、そういう文書ですよね。 この安倍政権時代に、えー、高市さんが総務大臣で、あと磯崎、えー、首相補佐官だけ、ちょっと忘れましたけど、首相補佐官だったような気がするんですけもうその、まあ特に磯崎さんという方が、この、 放送法ですね、まあ歪みようとしてたっていうね、磯崎さんのに問題あるんちゃうのかなっていうふうに、あのまあ、指揮者の方も言ってるんですけども、なぜかそこに高市早苗さんがですね、まあ、この文章にも載ってるっていうことで、まあ、これはあの捏造だと。 特に私についてのですね、この78ページ中の4枚の文書についてはですね、これは捏造されたものだっていうふうに、えー、まあ主張してたんですよね,ね。その文書に、そこの4枚についてはですね、作成者の名前もないとかですね、何やらかんやら言うてたんですけども、ただそれが、まあだんだんその総務省、 の文書であるということを総務省が認めですね、えー、まだんだん高井さんが苦しくなってきているっていうのが、まあ、今なんですけども、まあそれがですね、まあ、高市さないさんが捏造だと言っていた、この、えー、総務省の文書の、えー、特にね、高井さんの4枚の文書に関してですね、えー、総務省が捏造はなかったという報告をしたっていうことを、えー 県民主党の石橋参院予算委員筆頭理事と、だ、えーまあ、から、な何ていうんですかね、こう委員会の筆頭,筆頭の方ですから、まあ、その方がです、ね、総務省からそういう報告を受けたと。 まあいうことですね。で、まあ石橋、えー、筆頭理事もですね、総務省関係者に捏造といったものは誰もいなかった、つまり2月13日はあったということですから、高市大臣の捏造というのはすべて崩れたと思いますと。まあ、だから高市さんがこれは捏造だと、えー、言ってたのがですね、す、ま、べ、あ、て崩れた。 崩れた、か本物だったということが、まあ、総務省によってもですね裏付けられたと言っていいんじゃないのかなというのは思いますね。でそうなると、やっぱり僕は高橋さんはね未だにこの小西さんとかにですか、こう撤回、謝罪とか撤回要求に応じてないと。 えー、ねりあり他の方ですかね、立憲民主党の私の答弁が信用できないなら、もう質問しないでほしいというふうに言ったっていうね、えー、これは誰に対して、TBS の人ですかね、杉尾さんだったんじゃないでしょうかね、ちょっと忘れましたけども、まあそういうことをまあ言ってですねその、なんていうんですか、こうもう。 まあこれにこのことに対しても、僕はもう国会っていうのを、ですねなんてまあ愚弄してるというか、ですねやっぱり国会議員っていうのは国民の代表なわけですからね、そういう方に対して、私の答弁が信用できないのであれば、あればもう質問しないでと言ったということが、もう本当、まあ僕はふざけてるんじゃないのかなというふうに。 あの、思うんですけども、まあ、これについてもですね、まあ今日高市さんに国会ですかね、そういうことを言うなということを、あの注意されたっていう、そういう報道も出てましたよね。うんまあ、だから本当、いろんな問題っていうのが、この高市さんはもうあると言っていいんじゃないのかなっていうふうに。 まあ思うんですけども、きょうは、ね、これ質問しないでほしいで高井さんが言ったことに対して、参院の予算委員長がです、ねえー、真摯に答弁するようにと注意したと、えー、誠に遺憾だと述べて、真摯に答弁するように注意しましたという、ね、これ、NHK にも載ってるんですけども。 まあ僕は本当、これはひどいと思いますよと、ね、こ高市さんは自分のこの捏造だと主張している4枚の文書に対してね、ね立憲民主党の小西博之さんが、ですねこれが捏造じゃなかったら、ですね、えー、議員辞職しますかって言ったら、結構ですと、辞めますということを言って たんですよねい未だにあの議員辞職にいつも辞めるつもりはないとかって言ってたと思うんですけども、いや、でももう総務省もですね捏造じゃないと、この4枚の文書に関して捏造じゃないという報告をえしてるわけですから、そうなるとね、高井さんはもう。 あの本物と認めないとダメでしょっていうね、で小西さんに対しても、立憲民主党の小西さんに対しても、高市さんはですね、えー、これがあの本物であるというならば、小西さんには立証責任があるみたいなことを言ってたんですけども、まあ、それは総務省が、まだこの文書が総務省のものであるっていう前だったと思うんですけどね、で総務省を認めたわけですから、 あの小西さんに立証責任が全くなくて、ですね高市さんがあのこの文書は捏造であるっていうことを立証する責任っていうのは、高市さんにあるわけですよね、いやだからちゃんとね、そこもきっちり全然してないと、もう言いっぱなしと、これ捏造だから捏造なんですみたいなね。 そういう感じでしか今のところ言ってないんですよね。で逆ギレして、えー、信用できなかったら質問しないでほしいって言ったりですね、机をバンと叩いたりとかっていうのが、えー、先週の動きだったと思うんですけども、まあ、本当僕はね、僕は、あのー、これで、あのー、まだ本物とね、認めまして、ごめんなさいとかとい言うかどうか分かりませんけども、いや、 もうねこれは本人がその認めようが認めまいがっていう、そういう問題ではなくて、こんだけ国会で時間をですね浪費したわけですよねこの、えー、この総務省の文書問題についてね。ね高井さんは総務省がですねこれは総務省の文書ですとかと言っても、認めないと、まだずっと熱つ造だ、熱つ造だって言ってるっていうのが今ですから。 そうすると、やっぱり、ね、そういうい国会の、えー、議員に対しての、ね、ご質問に対してもきちんと答えないと、国会の時間というのも国会というのは、まあ、お金かかっているわけですから、ね、国民の税金が使われているわけですから、そんだけその浪費したです、ね、こ責任というのは 僕は今度高市ささんに重くのしかかってくるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。そうなると、あの、単なる謝罪とかですね、そういうだけでは僕は済まないと、ね、高市さんというのは今、大臣ですからね、経済安保大臣であると、経済安全保障担当大臣であるっていうことですから、から大臣としての責任っていうのは重いですからね、他の平野議員とかよりもね。 あの、そういうことから言ってもですね、僕は高井さんは責任を取らないとダメだと思いますよと。で、この総務省がもう本物だと。え、ね造ではないと。捏造ではないと言った時点でもここでも高井さんもう終わりですよと。えー、ということはね、言えると思う。これでまたその捏造だとかっていう主張を変えないのであればですね、 僕はもうこれ国民に対して、僕はあのまあバカにしていると言っていいかです、ね、やっぱこの総務省の文書というのは行政文書ですからね、行政文書というのはやっぱ国民の財産なわけですよね。 だから官僚だって、そのきっちりとちゃんとしたらねこの公文書っていうのを、ですねやっぱりあの責任を持って書いてるわけですよね。それを信用がないかのごとく、ですね今まで高井さんはこの文書に関して言ってきたわけなんですけども、いやそれだってね、本当、官僚に対しても失礼な話ですし、国民に対してもすごく失礼な話であると。 いうことを考えたら、ですねこれはも、ま、う、あ、ただで済むのかなっていうね、誤っただけではね、済まない問題であると、でこれはやっぱり引いてはですね、えー、高市さんをですねこの経済安保大臣にした、えー、岸田首相のこの任命責任っていうところにもね、関わってくると思うんですよね。うん、じゃあまあ、そうなるとね、僕は岸田さんの責任っていうのをもう一回やっぱ問われなあかんのちゃうのかなと。 はっきり言って、こんな問題っていうのは、やっぱその、総務省がですね、先週のね、早い段階で、 えー、総務省の文書ですって認めた時点で、ですね、えー、小西さんが勝手に出してきた文書じゃないということを総務省が、えー、認めた時点で、高市さんはごめんなさいと言うべきだった話なんですね、それで終わってた話なんですよと、で高市さんも当然責任取って、ですね議員辞職とか、えー、そういうことをせなあかんと思うんですけども、そういうことも一切せずに、えー、何の証拠もですね、あの 立証もせず、ですね熱造だ、熱つ造だって言ってきたのが、えー、今まででしょっていうね、やっぱそこはね、やっぱ僕はダメなんちゃうのかなっていう風うに、まあ、思いますよね、まあ、岸田さんも本当に僕は、まあ、あのう、ねえーえー、毎日朝日読みりっていうね、密一平に出てたんですけども、まあ、あの回復してるのは回復してるんですけども、まあ、不支持の方がね、 読売でも不支持能が1ポイントぐらい上回ってたんじゃないですかね。えー、まあ、そんな、ちょっと、あの、はっきり忘れましたけど、毎日新聞なんかで,すではですね、えー、支持率が33%で、不支持率が59と、26ポイントも不支持能が上回ってるっていうね、でも全然、この岸田内閣としてもですね、喜べないというか、 え、なんか、あのー、日韓現代にはね、その回復したから解散を考えてるとかっていうのもね、4月に解散あるんちゃうかとかって言われてましたけどもう、いや、そういう状況では僕は全然ないと思いますね。でこの高市さなさんに関しても、高市さんっていうのはね、えー、奈良の、 奈良から選出された国会議員ですから、その奈良県知事選っていうのもね、やっぱこの責任っていうのも、今重くのしかかってるわけですよね。今、えー、奈良県知事選はね、もう自民党が分裂状態になって、その間にこう維新が入ってきてですね、まあ恐怖の利を狙う形で、まあ維新の候補がですね、今んところトップに えー、来ているというのが、まあ、情勢調査でも出てるんですけども、この本当、まあ、高井さん、奈良県知事選のこともあるから、ですねこの簡単に、えー、本物だって認めることはできなかったとっいうのもあると思うんですけども、ただでもね、もう総務省までがねつ、えー、造はなかったということを認めたわけですから、もう苦しいでと、高市さんね。 もう責任取らなあかんでしょと。ね、奈良県知事選でもですね、まああのー、まだ投票とか始まってませんけど、まあ、情勢調査で言えばですね、まあ、配色が濃厚になっているということであればね、この総務省の問題と奈良県知事選の責任を取って、僕は高市さんが、まあ、議員辞職、えー、せなあかんような状況にね追い込まれてもおかしくないかなと。うん まあなんかね、あの、安倍さんが生きてる時は安倍さんに可愛がられてたっていうのがあってね、あの、まあ、ちやほやされてたっていうのもあったと思うんですけども、今安倍派でも何でもないですかね、高市さん自身も。えー、高市さん自身はね、いやもう、もう、ほんならもう高市さん、誰が守ってくれんのかなって、 いうとちょっとも誰も守ってくれないんちゃうのかなっていう可能性の方が高まってきてるってのを考えると、かなりえ苦しくなってるんじゃないのかなっていうふうには思いましたけどもねチャンネル登録よろしくね。